株式会社インプレスは情報技術分野に関するコンテンツ事業を行う日本の企業。同社の親会社である株式会社インプレスホールディングスは日本のメディア企業グループであるインプレスグループの持ち株会社でアスキーの共同創業者でもあった塚本圭一郎が設立した。インプレスグループは IT、音楽、デザイン、山岳、自然、モバイルサービス等の 各専門分野に特化した事業会社とそれを支える持ち株会社インプレスホールディングス等で構成される。1992年株式会社インプレスが設立されインプレスグループの中核会社となっていた。その後2004年に純粋持ち株会社体制へ移行し現象号の株式会社インプレスホールディングスに変更した。同時に株式会社インプレスが 事業部門を継承して設立されたが、2006年に株式会社インプレスジャパンへ称号変更した。2014年7月、株式会社インプレスジャパンは3社を九州合併し、株式会社インプレスに称号変更している。当社は2000年10月より東京証券取引所第1部に上場している。なお、東京都中央区に本社を置く。 株式会社インプレスという IT 企業があるが、無関係である。ABCDEFGHIJK 株式会社インプレスホールディングス第29期有価証券報告書株式会社インプレスホールディングス定款第1章第1条第26期有価証券報告書インプレスホールディングス2019年4月7日閲覧電子書籍をプロモーション 市場拡大するための企画会社、株式会社リーディングスタイルを設立。n e w s ュ u n e t 2019年4月7日閲覧。インプレスが、株式会社シンクイットを子会社化オープンソース時代の企業システム選択ポータルサイト、先決トを開始。n e w s ュ u n e t 2019年4月7日閲覧。インプレス HD、天無人を、 グループ参加に、新聞化、2019年4月7日閲覧、出版、FM ラジオ新たなファンコミュニティの創造へ、株式会社インプレスホールディングスが、FM ラジオ局株式会社インター FM897 に出資、インプレスホールディングス、2021年5月12日、イカロス出版株式会社の株式取得に関する、お知らせ、インプレスホールディングス、 2021年7月27日、ありがとうございます。